体幹訓練ですわ。吊り橋ツアーコースでハイキング。道的にはなってないじゃん。急登。急登。全然急登じゃないけど。20メーター。車だったとしたら。だらー永遠だらー。おい、途中、はい、ワイヤーとワイヤーにある丸太が、はい、ボケてるとこある。ボケてる、柔らかい、柔らかい、こう刺す。ああ、はい。でも両脇にワイヤーがある。はい、943.1 下がってますね。まだ下がってんの？まだ下がってますよ。やだねそれ。うん、あのすげえ綺麗な駆け上がり状態な。撤退。
通る人通る人、あのテントちっちゃ、あのテントちっちゃっていうわけよ、ないで間口こんくらいしかないわけだからさ、それにタープかけてさ、でもう酒はあるし、風呂もキャミソチのあるが入って、もうベロベロに酔っ払って中で寝てたらさ、寝てるわけよ、はい、そしたらすっげえ大雨降ってきて俺が大雨の処理してんのに中でぐーぐー寝てたら頭こずいて起こしてさ寝てんじゃねえこれもすぐ相当明るくなると思うほら、おお十分ですね。要はこれ折りたたむからセンターに光が来ないんだよ。はい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 、うん、とこうやってこんなテントの中でもこれで開けるっていうこと。素晴らしい。でこれでこうやってこうやってたの。おわけわかんない。佐藤くんのやつやってる。これでも俺の遅いんですよ。だからでこの間もこうやってやばいっすね。これはやばいっすね。で関谷さんのやったら関谷さんのやつだけ赤だったんだよ。ああ源流歌ってんの。それは源流だ。でもこれすげえ明るいよこれ。へえ。で潰れないからいいじゃん。はいはいはい。